で柿谷簡単には失わない、ドリブルで突破していく、サイドに出てきてキュンボギョン、エリアの中に3人の選手いるわ、クロス入れてくる、ヘッヘッダー決まった、ケンペス決勝ゴール。このロスタイム素晴らしいヘディングシュートが入りました。竹本のこのダイレクトのパス、ケンペスのねジャンプが一瞬早かったですね。さあガンバ大阪、あっとここで試合終了のホイッスル、劇的なロスタイムのゴールでセレッソ大阪、新生セレッソ初勝利はホーム長居でガンバ大阪からの勝利。セレッソの選手たちが飛び上がるようにサブのメンバーのところへ駆け寄っていきました。喜びに沸く長いスタジアム。